はい、どうもこんにちは、レイです。今日はですね、ポケモン SV 育成最難関のテラピース、これを学校最強大会だけで全種50個コンプリートする確率を計算していきたいと思います。で、この問題、一見身近な話題ではあるんですが、実はかなり高度な数学を使います。そこで今回はその深淵なる計算を解説していきたいと思います。さて、まず問題の背景なんですが、ポケモン SV の学校最強大会というイベント、これを1周クリアすることで 15% の確率でテラピースを3個もらうことができます。これは意外と多いです。そこでこれだけ多いということで、学校最強大会だけでテラピースを全種50個以上コンプリートするのにどれだけ周回すればいいのか、必要な周回回数の確率分布を求めていきたいと思います。さて、早速問題設定です。今回考えるのは学校最強大会テラピースコンプリート問題。この大会を1周するごとにランダムで景品をもらえて、 15% の確率で18タイプの中からランダムで3個のテラピースをもらえます。この18タイプの全種類のピースをそれぞれ50個以上ずつ入手するために必要な周回回数の確率分布はという問題です。これを考えるにあたって問題を2つに分解していきます。まずはテラピースがランダムではなく確定でもらえる場合を考えます。これは拡張クーポンコレクター問題という問題に帰着します。続いて受け取りがランダムであることを考慮するんですが、これには負の二項分布というものが関係してきます。最後に1と2の結果を合体させて実際の理論分布を導出します。さて、まずはテラピースが確定でもらえると仮定した場合を考えましょう。ここで登場するのが拡張クーポンコレクター問題です。 N 種類のカード、クーポンがそれぞれ等確率で出てくるくじがあります。これをすべて M 枚以上ずつ揃えるまでに何回くじを引けばいいのか、その分布を求めます。今回のテラピース問題ではタイプが N=18 個、回数は M=51÷3 で17回テラピースをもらえばいいことになります。この問題、 M=1 の場合はこのクーポンコレクター問題とよく知られた問題になっています。これはすごく面白くて、受け取り回数の分散の値を計算するとなんと π が出てきたりするので、興味のある方はぜひ調べてみてください。そして M が1より大きくなった途端、これはすごく難しくなるという問題です。これの最初のアプローチとして、まずは分布の外形を見るためにシミュレーションを行います。その後に実際に計算で理論分布を求めます。で、シミュレーションの条件として、毎回テラピースが確定でもらえる状況で10万回テラピース全種コンプリートを行い、それぞれにおいてかかった周回回数の分布を計測してみましょう。さあ、その結果がこちらです。これは横軸が周回回数、縦軸が頻度となっているヒストグラムです。だいたい450回程度テラピースを受け取れば全種コンプリートできるという結果になっています。そしてこの分布なんですが、形が対数正規分布という分布に似ていることがわかります。そこで対数正規分布を実際に当てはめてみると、図のようにほぼぴったりシミュレーションのヒストグラムと一致することがわかります。この対数正規分布なんですが、確率変数 t が正規分布に従うとき、 e の t 乗が従う分布を対数正規分布と呼びます。分布の形はこの式で、この表のパラメータを代入することで今回のシミュレーションの分布を再現することができます。で、対数正規分布は本来連続変数に対する分布なので離散分布に当てはめるのは不思議なのですが、式の上ではこの通り一致しているという結果になっています。さて、ということでこの分布、対数正規分布に似ていることは分かったのですが、実際の式を知りたい。そこで、いよいよ理論分布を計算で求めていきましょう。ここで出てくるのが第2種スターリング数という関数です。これは例えば、こういった 1,2,3,4,5 という集合があったときに、これを部分集合へ分割することを考えます。この時 S5-2 というのが5要素の集合を2個の部分集合へ分割するときの分割方法の総数を表しています。これを一般化して N 要素の集合を K 個の部分集合へ分割するときのこの分割方法の総数が第2種スターリング数 SNK となります。さて、ここでこれをパワーアップさせたアソシエイテッド第2種スターリング数というものがあります。これさっきとほぼ同じなんですが、今回は分割を2要素以上で行ってくださいという制限がつきます。するとこれがさっきの分割なんですが、この真ん中の分割方法だけは2要素未満の部分集合を含んでいるので該当しません。こうして N 要素の集合を要素数がすべて R 個以上の K 個の部分集合へ分割するときの分割方法の総数がアソシエイテッド第2種スターリング数 SNKR となります。じゃあこの SNKR、
まあ、実際どうやって計算するのかというと、まあ、この全化式を使います。この NR っていうのは二項係数 NCR の表記方法です。ここに書いてある初期値から出発して、まあ、順次値を計算していくことで全ての SNKR の値が求められます。また非常におしゃれな値の求め方としてこの指数型母関数っていうのを使う方法があります。これは左辺がこれ Z の無限係数になっているんですが、これを右辺と比較することでなんと ZN 乗の係数を求めることで全ての SNKR の値が分かるということになっています。この場合の数をなんと無限級数の係数を見ることで数えるという非常におしゃれな方法、これとっても面白いので興味のある方はぜひ調べてみてください。さてここまでで手に入れた道具を使って実際に拡張クーポンコレクター問題を解いていきましょう。まずこのようにもらったテラピースの時系列を考えます。でこの時系列今色がついてないんですけど、時系列全体を1タイプだけ除いた17タイプに色分けします。でこの時の色分け方法として選んだ17タイプ全部各タイプコンプリートさせるように色分けします。これはつまり各部分集合が17個以上のテラピースを含むように色分けを行うということです。でこの時点で選ばなかった1タイプのテラピース以外は、まあ、全部コンプリートしているという状況が生まれています。そこで次に残り1タイプのテラピース16個、まあ、すでに存在している時系列の隙間に埋めます。この時埋める場所は重複しても OK であるとします。この時点で炎テラピースを埋めているとして、あと炎テラピースを1回もらえば全色コンプリートするという状況になっています。でそこで最後に残った炎テラピース1つを一番最後に配置します。これで全色50個以上コンプリート完了です。以上の操作を確率を実際に求めるために定式化すると次のようになります。この PT イコール M を求める確率であるとして、これを計算するとこのようになります。でまず周回回数をちょうど M 回にしたいので M-R 個のテラピースを用意します。このテラピースたちを1タイプ分を除いて17個の部分集合に分割するのですが、分割されたピースたちはコンプリートされていてほしいので各集合は17個以上の要素数を持つように分割します。続いて分割した集合に1タイプを除いた17タイプで色分けしていきます。ここで1タイプ分余るんですけど、この余ったテラピースをすでにあるテラピースの隙間に埋めていきます。この時の隙間というのが M-R たす1箇所あるので、そこに場所の重複を許して1個を除いた16個分を埋めていきます。で残った最後のテラピースは必ず末尾に配置します。最後にこのテラピースの並びが実現する確率が N の M 乗分の1です。この式を展開するとこのようになって、これを簡単にするとこのようになります。ということでこれで確定でテラピースをもらえる場合の周回回数の理論式が完成しました。さて実際にこの理論式を使って分布を計算してみましょう。この左のグラフが理論式を使って出した必要な受け取り回数の分布で、右がシミュレーションと理論式の比較です。でなんと理論式はシミュレーション結果とほぼ完全に一致しています。確率の相和はほぼ1なのでちゃんと確率分布になっていることがわかります。ここで得られたこの式が本当に確率分布つまり相和が1になっていることの証明はリーゼルが与えています。これはなんと複素積分まで登場するものすごい証明なので、興味のある方はぜひご覧ください。またあのエルデシュでも知られるポール・エルデシュらがクーポンの種類数 N が無限になった時の極限の分布を解析しています。 VM の N を受け取り回数を表す確率変数であるとすると、次数 X に対して下記の極限分布が得られることを示しています。これはエルデシュレインローと呼ばれて、なんとグラフ理論にも応用がある式となっています。ということで前半のテラピース問題1の結論です。学校最強大会でテラピースが確定でもらえるとき、全種50個以上コンプリートするのに必要な受け取り回数の分布は、アソシエイテッド第二種スターリング数を用いて下記のように書きます。でさらに、この分布は対数正規分布で近似可能であることがシミュレーションを通して分かりました。さあ続いていよいよ、テラピース入手が確率的であることを考慮していきましょう。でここまではテラピースが毎回確定でもらえる場合を考えていました。ただ実際は受け取りは 15% の確率で起こります。そこで目標の受け取り回数を達成するために必要な周回回数はどれくらいなのでしょうというのがこの負の二項分布問題です。ここでは確率 P で当たって1式 P で外れるくじを考えます。これを合計 M 回当てたいとき、 M 回当たるまでくじを引いた合計回数の分布は何でしょうという問題です。今回の場合 P イコール 15% でテラピースを引き当てることができます。この問題に関しては M 回当たるまでに外れを引く回数はこの負の二項分布っていう分布に従います。この分布なんですが、引数形が外れる回数の合計を表していて当たりの回数が入っていません。
そこで今知りたい M 回当たるまでの合計のくじを引く回数の分布は NBN-M の MP となります。さあここでいよいよ最終的な分布を求めていきましょう。これまでの知識をすべて合わせてテラピース全種50個以上コンプリートに必要な周回回数の分布を求めていきましょう。この PK を求める分布、低回の周回でテラピースを全種50個以上コンプリートできる確率とします。するとこれはこのような式で書けます。ここでこの GM は M 回の受け取りでコンプリートできる確率で、これは拡張クーポンコレクター問題の回です。で分布 NB は K 回の周回で目的の M 回の受け取りが実現する確率、これを全ての M の場合の和で計算します。この式のイメージとして M を変化させると次々と形が変わる分布 NB っていうのがあって、これを GM を重みとして次々と足し合わせるというイメージです。さてこの式を展開するとこのようになります。するとついにこれで計算可能な形の理論式を得ることができました。ということで実際にこの式を使って分布を計算してみましょう。学校最強大会テラピースコンプリート分布、その全貌はこちらです。これこそが学校最強大会でテラピース全18種を50個以上ずつコンプリートするのに必要な周回回数の分布です。これ横軸が周回回数で、縦軸がコンプリート確率か累積確率です。この分布の平均は3039、標準偏差は345となっています。実際に確率を計算すると2404回周回すると、その時点で 1% の確率で全種コンプリートできています。2999回周回すると 50% でコンプリートしていて、4036回周回すると 99% の確率、つまり大体の場合全種コンプリートできていることがわかります。そしてこれがテラピース受け取りが 15% でランダムとした場合のシミュレーションと理論式を比較したグラフです。するとなんと求めた理論式はシミュレーションとほぼ完全に一致しています。つまり無事正しい理論式を求めることができました。ということで今回の結論です。学校最強大会だけを使ってテラピース全18種を全て50個以上ずつコンプリートするのに必要な周回回数はこの通りです。またこの時の必要周回回数の分布は拡張クーポンコレクター問題に基づいてこのような式で書けることが分かりました。ということで面白いと思った方はぜひチャンネル登録・高評価の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。